はい、こんにちは、大島です。今回はマインドを維持するということについてお話しさせていただきたいと思います。マインドを維持する、マインドを維持する、これ非常に大事ですね。これまでもですね、何個か動画見ていただいたとは思うんですけども、結局ですね、毎日やる作業っていうのはすごく地味でコツコツやらなければいけなくて、同じ作業の繰り返しだったりするわけですね。それをですね、悪いふうに考えてほしくないんですけども、それを、達成するにはこのマインドの維持というのが非常に大事です。自分がどこを目指しているのか、どこを目標にしているのか、っていう部分と、あとは日々のその努力に対して、こういうふうになりたいとか、心を達成したいとか、なんで今僕はこれをやっているんだろうっていうふうになってくる時があるんですね。どうしてもそれは、あなただけではなく僕もそうですし、僕の周りの起業家さんもみんな同じです。みんなマインドの維持っていうのは難しいんですね。この概念をまず分かっていただきたいです。マインドの維持は誰でも難しいんですね。さっきもですね、その成功法則ですね、ほとんどは失敗するというマインド、 80% は失敗するというマインドありましたよね。それとこれはね、ほとんど同じなんです。マインドの維持っていうのは難しいんですね。誰でも、これは有名なね、起業家の、僕の好きな、孫正義さんであっても、藤田伝さんであってもね、ユニクロの柳井会長だったとしてもですよ、難しいんです。マインドの維持っていうのは誰でも、どんな有名な起業家さんであってもマインドの維持は難しいんです。じゃあどうやってその維持をしているのかというと、いろいろな方法がありますね。例えば環境を変える、環境ぐらい聞けって話ですよね。環境はかけますよ。環境を変える。次は動画を見るとかね。あとは音声とかね、音声を聞くとか。あと成功者の本を見ると、成功者の本。あとは環境を変えると似てしまうんですけども、付き合う人を変える、環境を変えるにね、かなり似てしまいますけども、あとは家を変えるとか、住むところ、場所を変えるとかね、いろいろあります。で、多くの成功者もですね、こういうふうにやってきました。僕が一番おすすめするのはですね、やっぱり環境を変えるです。これが一番効果がありますね。これを具体的に言うと、これをね、じゃあね、具体的にするというと、
まあこれですね、付き合う人を変えると。付き合う人を変えたり、まああとは住む場所ですね。住む場所、まあ住む場所を変えたり、あとはまあ付き合う人を変えると同じなんです。まあセミナー出たりとかですね。セミナーに出る。あとは身近な人。身近な成功者を。身近な成功者と会うようにすると、うん、まあこういった感じのところですかね、うん、あとはその付き合う人を変えるっていうのの、かなりなってしまいますが、うん、あとはそのまあ起業したらですね、従業員とか雇ったりするので、はい、まあ強制的に集まる場所を作るというような感じですね、うん。で、付き合う人を変えるっていうのはまず例えばこれで言うと私に、まあ、直接会いに来てみたりとかね、するとか、あとは身近な方で成功者の方がいらっしゃったら、まあ、その人とよく、まあ、飲みに行ったけでもいいんですけども、よく飲みに行ったりするとか、まあ、あとはまあ、飲みに行かないにしろ、まあ、お茶って言えばね、ランチとか、まあ、夜、まあ、昼とかね、まあ、結構忙しい方多いですけども、ランチだけとか、まあ、お茶だけとかでもいいから、月1回お願いしますって言って、身近な人に、まあ毎回話を聞く、で自分がこう今ビジネスをしてるんだよっていうのを報告したりとかですね、まあ、それだけでも随分違います。あとは住む場所を変える。これはまあ、例えば地方に住んでいる方であれば、まあ、東京に来るとかですね、まあ、六本木に住むとか、あとは、まあ、都内であればね、どこでもいいんですけど、まあ、地方の方であればね、まあ、東京の方であれば六本木に住むとか、まあ、新宿、西新宿に住むとかですね、まあこうなんていうんですか、こうお金を持っている人が多い町に行った方がいいですね。そう、まあ、よく見かけたりとかですね、まあ、僕も六本木にいつもいると、まあ、すっごい綺麗な、ね、美人な方がいらっしゃったり、まあ、芸能人とかね、いっぱいいるわけです、うん、まあ、僕自身もすごいいろんな芸能人会ってますけども、あ、まあ、有名どころで言うと、ね、松本人志さんとかね、あとは、この前は黒木芽衣さんとかも、ね、見ました、うん、まあ、そういうのもね、そういう場所にいると、まあ、そういうお金を持っている人っていうか、ね、成功者とかが集まるわけなので、すごいなんかね、空気もね、すごいいいんですよ。だからまあそういう場所に行く、うん、でそういう場所に行くと結局身なりもしっかりしなければいけないし、まあ、ジーパンなんかでね、ぶっちゃけ歩くとちょっと恥ずかしいわけですよ、うん、まあ、そういうところで、まあ、そこに毎日行くことによって、自分自身のマインドを高めたり、まあ、あとは、うん、毎日じゃないにしろ月1回行ったりとか、僕自身も、全然稼げていない時はやはり、コンサルティングを受けて、いただい受けさせていただいた方に、まあ、ヒルズの方だったんですけども、まあ、自らね、自分から週に1回とか、まあ、2週間に1回とか、ぜひお会いしてくださいとかね、言って、うん、わざ別に意味ないけど言ってました。でも行くとやっぱりそういう風になるんで、で帰って、地味な作業ができるようになるんですよね。そういうやっぱり憧れの人とか、まあ、自分が目標にしている場所とかをね、行くと、うん、感情が高ぶってよしやろうって言って帰ってパチパチパチとやるわけです、うん、まあそういう感じ、まあ、あとはそういうのもできない、買ったりするのは、まあ、セミナーに出る、うん、
これはですね、まあ、ちょっと僕自身もちょっと賛否両論部分な部分もあるんですけども、セミナーって僕自身もね、開催してますけど、結構ね、商品を売る場所なんですよ、セミナーっていうのは。学びをね、得るというよりは。うん、だから、ちょっとね、で、これ出すぎても、なんか他の商品をね、買ってほしくないんで、僕はね。僕だけの商品を買って、いやね、まあ、学んでくれっていうわけじゃないですけど、やっぱブレるんで、2個も3個もね、同じ時期に、同じものを、違うものをやってしまうと、あっちも力が 80%、こっちは 20% とかね、人間のって 100% があったとしたら、100% 使って、100% 使ってっていうのはほぼ無理なんで、基本的には。まあ、なんかどうしてもね、50%、50% とか、60%、40% ってなってしまうんですよ、これどうしても。これは僕でもそうですし、多くの成功者の人もそうです。だから、あんまりね、いろんな授業やってますっていう方よりは、これだけやってますっていう人の方が大体結構すごいじゃないですか。まあ、野球選手、しかりですね、まあ、イチローさんとか、まあ、ずっと野球やってるわけですよね、あの人に関しては。なんかね、毎日同じご飯を食べて、朝、同じ時間に起きて、同じご飯を食べて、同じ道を歩いて、でバッターボックス立つ時も、ね、決まってるみたいですね、フォームが何歩でバッターボックスに立って、うん、でこういう風に構えて何秒でこういう風にやるみたいなね、決まってるらしいです。だからそれぐらいね、決まって一つのことをや二つのことがやれないっていうか、その一つのことをずっとやってる方が結果が出ます。全てにおいて、ビジネスもしっかり、スポーツもしっかり。なので、まあ、セミナーに関してはね、セミナーに出て、その、マインドを上げるようなセミナーであればいいですけども、なんか、ノウハウを教えますとか、そういうのはあんま出ない方がいいですね。最後に商品ありますけど、いかがですかって言われてしまう可能性があるので、まあ、断られる自信があるのであればいいですけども、まあ、ちょっとね、は買っちゃおうかなって思ってしまう、うまいね、方もいらっしゃるんで、うん、ここはですね、成功哲学とか、であれば、すごくいいと思いますので、積極的に買った方がいいと思います。あとは、身近な成功者と会うようにする。これちょっとさっき言いましたね。ちょっと重複してるんで割愛します。で、まあ強制的に集まる場所を作るなんですけども、まあこれはですね、この、名前の人じゃなくてもいいんですよ、結局は。目下、目下って言ったらおかしいですけど、まあ、例えば地元の友達が、の範囲で言うと、地元の友達が10人いたとする、ね、いつもつるんでる仲間が10人いたとしたら、1人ぐらいはね、僕らこのビジネスに関心する人いると思うんですよ。うん、まあ、いなかったとしても、少し前にね、例えば、今はつるんでないけど、高校の時つるんでたみたいな人たちをたどればいるんですよ、必ず。多少は、こう、ビジネスやってたり、ビジネスに興味ある人、必ずいるはずなので、その人たちと定期的に集まるようにするんです。毎週金曜日、会う。意味がなくてもいいんです。さっきも言いましたけど。意味がなくてもいいから集まる。集まるとね、会話が生まれて、そこで興奮して、マインドが高まって、やるんですよ。やる。やるようになるんです。なるんです。で、ここですごくポイントなんですけども、マインドをね、維持するためには、これももちろん必要です。これもちろん必要なんですけども、プラスアルファで、日々のね、日々。ちょっとさっきもね、出たと思うんですけども、音声、動画、一人で学べるもの、一人で、マインドってね、こうなってしまうわけですよ、どうしても。浮き沈み、僕でもそうです。だからこれを強制的にね、ここからこう押し上げなければいけないんです。ここの一定保たなければいけないんです。これはね、誰でもそうなんです。これの何が、人それぞれね、マインドを押し出すものは違うんですけども、一番いいのはやっぱり今みたいにね、動画、音声、毎日聞けるもの。まあ、リアルとデジタルをね、うまく使い分けた方がいいです。っていうのを結構僕は押してます。デジタルだけだと確かにマインドは上がるんですけども、なんか結局人ってリアルなものなんで、これだけだとね、どうしてもマインドが下がってきてしまうんですね。だから、まあ、リアルとデジタルをうまく使い分けてほしいなと思います。まあ、この動画をね、何回も見るのもありだとは思いますけども、おすすめのね、ここちょっと、サイトとかね、動画を、まあ、ご紹介しますね。世の中にはね、すごい方がいっぱいいらっしゃいますので、
まあ、僕は動画をおすすめします。まあ音声もね、僕自身も聞いてます。まあこれはね、あのお金払って、僕は何十万とかね払って買った音声を移動中、有料、無料あると思いますね。まあ音声はねそんなに高くないんで、僕買うことはお勧めしますけどね。無料、無料でね、あんまりねいい音声落ちてることってあんまないので、うん、音声はまあ有料のもの、安いものを買うことを僕はお勧めしますね。で動画、うん、まあこれも動画なんですけども、これもまあねいっぱい見てほしいんですけども、動画であれば社長 TV、 あとは賢者の賢が書けないですけども、賢者グローバルとかね、あのこうまとめサイトです。あとは孫さんですよね、孫さんのプレゼン動画とか、あとは藤田さんとかですね。ちょっと富士すら書けなかった。サイバーエージェントの人です、まあ、この辺がすごくおすすめですね。 あとイチローとか、これね全部ネットでこのワードで検索すれば出てきます。まあ、この辺はね動画とか、まあねすでにね今こう意識高い方ねいらっしゃるのであれば、みんなまあ見てると思いますけども、動画とかね、これをなんかあのなんていうんですかね、今これを学んでいるわけで、これを実践しているわけなので、そのノウハウ的なねことはあの見なくてもいいです。そのマインドを上げるため、うん、に見る、あのアイテムとして見てください。あの学ぶという意識じゃなくて、アイテム、一つのアイテムとして見てほしいと思います。だからまあ今回のねこの教材が一つの軸だったとしますね。さっきも言いました、この軸を達成するためにマインドが必要なんですね。これノウハウだとします。これはノウハウなんですね。今これから学んでいく、この教材学んでいくものはノウハウなんです。でもこの他にマインドというものがあります。このマインドというものはこのようになってしまうんですね。どうしてもだから先ほども言いました、こうしなきゃいけないわけです。このためにこれを使ってください。ここをねこうするために、ここにこれを使ってください。すべていろいろなものを取り入れてください。毎日一つ見た方がいいのは実際あります。でうわなんかちょっと面倒くさって思ったら、あの思い出してみてください。こういうのね、成功者の動画を見ると本当に勉強になるし、自分が努力していることがどれだけ小さいのかっていうのが分かります。まあ小さいのかっていうのがね分かってしまうとちょっと辛い部分もあるんですけども、はい、まあこれをですねこういうふうにこう上げていくわけですよ。こうノウハウをですね、ノウハウを支えるためのマインド。で、これはでも、こう、維持できないと。だから、こういうのを使って、こうマインドを上げていくわけです。これはみんな同じだと、いうことです。で、こういう方のね、動画とかを見て、ね、非常に勉強になります。自分がね、つまずいてるところがどれだけ小さなことなのかっていうのが、わかります。まあ、逆にね、ちょっと自信をなくしてしまうっていうパターンもあるんですけども、
なんていうんですかね、一つでアイテムですから、今学んでいることに対してのアイテム、そう。だからまあね、あのロールプレイングゲームとかで言うと、まあ HP とかね、MP みたいなもんですよ、この辺は。で、なんかこうやってて、うわだり疲れた、なんかすげえわかんないとこがあるって出たら、こう敵にビシッてやられたような感じになるわけです。で、一回こう減るんですね。でも回復はしなきゃいけない。回復にこういうのを使うんです。そういうイメージですね。で、そこで例えば勇者だったのに、これを見てね、いやーやっぱり僕あの勇者じゃなくて魔法使いにしようって言ってね、そもそもこのノウハウ自体を変えてしまう、また違うノウハウに変えてしまうと、またやり直しになっちゃうんですよ。ここせっかくね、ここまで来たのに、せっかくここからね、ここまで進んできたのに、このね、マインド、アイテムとしてマインドを使わずにね、他のものを取り入れてしまって、そっちがいいってことでこっち行ってしまうと、他のノウハウに行ってしまうと、またこう最初からなっちゃうんですよ。これが非常に多くの人がね、やってしまって、これをね、繰り返すとどうなるかわかりますか？これを繰り返すとこうなってしまうんですよ。でね、さっきも言いました、他の動画でも言いましたけど、成功曲線はこの辺からなんです。わかりますか？始めてこれぐらいからなんですね。始めるって成果出てきたりね、こう上にこう上がってくるのが。なのでね、これを何回もやってしまうと、要はね、ここの成功曲線の手前のね、この部分で毎回こうやめてしまうというようなパターンになってしまうんですけど、結局これノウハウコレクターっていうやつの現象に、ね、陥ります、確実に、なので今回テーマですね、まとめます。マインドを維持するという点では、まあ環境を変えるのがありますね。付き合いを変える、住む場所、セミナー、成功者に会うようにする、成功者とかじゃなくてもいいから、強制的にね、意識の高い人たちと仲間る、集まる場を作る、っていうのが、非常に有効だと。ただ、これだけはダメです。これは毎日行えることではないので。なので、毎日行えることとしては、書いておきましょうかね。月に、数回計、月に数回計です。これはね、これ毎日計です。これが毎日計。この2つをやってください。月に数回計と月に毎日計、この2つを行うことで、まあ、確実にこのね、マインド部分が維持されると思います。はい、この辺ね、ここかなり重要なんで、ぜひ心にね留めておいてほしいです。すぐにこれを検索してね、ブックマークでもしておいてください。常に見れるようにねしておいてほしいと思います。もちろん、僕が喋っているこの動画っていうのも毎日見てほしいなと思います。はい、それでは今回のですね、マインドを維持するということについての動画は以上になります。本日もありがとうございました。